おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、一応シャープ何本になるんだろう。まあそれはいいとしまして、一応2014年、一応最後のご挨拶とさせていただきたいと思います。はい、今撮影しているのが12月31日4時34分に撮っております。一応こちらですね、来年早々に、公開する予定のものを、まとめ撮りし終わったばっかりですね。このミキさん関係ないです。ただ近くにあったから何かしらのために置いてるだけです。はい、ですね、2014年の10月30日に、ハロウィンミクネンドロイドですね、こちらのご紹介を始めまして、ほぼ毎日、投稿させていただきました。これまでに見ていただいた方、チャンネル登録していただいた方、誠にありがとうございます。頑張る励みになりました。ですね、突然こんなことも始めたというのもあるんですけど、ですね、まあもともとスタートが、未開封のものがいっぱいあったので、まあそのまま未開封のままにするぐらいなら、開けて紹介していった方が、まあそのまんまね、箱に入れっぱなしで、そのまま置いとかれるよりも、おもちゃといいますか、もう、まあ、多少満足し、まあ、満足というか、もありますし、おもちゃも喜ぶんじゃないかというのもあったので、まあ、こんなの初めて見たという感じですね。で、一応、これからも、2015年、もう、このような感じでご挨拶動画流させていただけたらなと思っております。一応2014年、やりたいこと、まああと、まあ序盤のうちは画質悪くて非常に見づらかったり、話してる内容がまあいろいろ言葉足りなかったとかは今もあると思うんですけど、というのがあったんですけど、これからも、まあ、同じ感じで、基本ノー編集で、ダラ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 、ご紹介、まあ、ところどころ詰まりつつ、できれば、とか、その辺もうちょっと良くなればいいかなとは思うんですけど、まあ、同じような感じで、毎日更新を続けていきたいと思います。で、仕事が仕事の関係があって、投稿できないということがないように取りだめさせていただいております。それなのでタイムリーなものが出せない、または基本的に、注文している品物がまとめて配送になってるんで、どうしても旬のものじゃなくなってしまうというのがちょっと多々あるんですけど、できれば新しいものもこれから随時取り入れてやっていきたいなと。で、こちらのような稼働ものと、あと組み立て系、まあ、一応今のところやったのがプラモデルのコマさんの組み立て、レゴの組み立て動画とありますが、その辺も、プラモデル系もレゴ系も、まあ、随時取り入れていければいいのかなとは思っております。あとはまあフィグマとかのような稼働系ですね、そちらの方も随時、まあ、いつも通り拙い説明で、いくような感じにはなると思いますけど、進めて、いければいいなと思っております。で、ですね、まあ、玩具紹介と言いつつ、まあ、フィグマ、ネンドロとか、一応動画撮ってるものあるんですけど、そちらのようなもの以外にも、シャープゼロで、お話ししたように、まあいろんなもの、まあおもちゃ屋さんというような雰囲気のものなんで、まあ
小さい頃食べてた駄菓子とか、そういうようなものもちょこちょこっとでも、まあ取り入れていければいいかななんて思いつつ、これからも臨んでいきたいと思います。では、2014年、どうもありがとうございました。ではまた2015年お会いいたしましょう。バイ。